取れない。ありがとうございます。さあ1番が弾けますように。はい、おお早い。1番ではなかったけど早い番号弾けたよ。いやーやった。でもこれ取れるかな、まあ、多分取れると思うんですけど、あ、取れたらペルソナ5行こうと思ってます。で、取れなかったらペルソナ5の周辺の台か、もしくはまあ久しぶりに絆行こうかなと思っております。ただ絆やっぱそれなりに台数あって、でそこから絞り出すって結構難しいんで、一応前回来た時が収録じゃなかったんですけど、絆奥側の列が真ん中ら辺3台並びだったんですよ。なんで真ん中、奥側行くなら真ん中は外そうかな。で、手前側の列がもう真ん中らへんか。で、なんかわかんないけど、やってたのかどうかわかんないけど、末尾ゼロが絡んでたんですよ、全体的に。なんか、もしかしたらちょっと末尾絡めてくるかもしれないので、まあ、その辺見つつ行こうかなとは思います。まあ、とりあえず狙いはペルソナ5でいきます。取れるのか、取れなかったーマジ絆行くか。前回この辺が良かったんで手前側行きます。どうしようかな、邪魔かつにしようかな。まあ、絆でもよかったんだけど、ペルソナの隣なんで、そこも邪魔かつ、まあ、身辺と邪魔かつだったら邪魔かつのがいいかなと思うので、打ちます。ただ私、邪魔かつ数そんなに詳しくないです。ので、まあ、ちょっと多めに見ていただければなと思います。改めましておはようございます。始まりましたヤスタイルでございます。本日はですね、まあ、いつも通り大阪の方に来ているんですけども、私早い番号を引きました。4番。お、これで狙い台取れるだろうと思ったら全然取れなくて1番の方がしっかりペルソナ5の方に行ってまして、あ、まあでも、まあ、それだけ寝台に最近力入ってるっていうことが浸透したのかなとは思っているんですけど、取れなかったんでその隣にある黄門邪魔かつ2を抑えました。そんなにものすごく邪魔詳しい方とかにはちょっと申し訳ない感じになっちゃうんですけども、前作のその5号機の時の黄門邪魔も私そんなに触ってないんで、あんまり設定狙いする機会がなくて、まあ、だからそんな打ってなくて、まあ、ただ何回か打ったことはあったんで、昨日初打ちして、あ、ちょっともう初代の初期の邪魔かつに似てるなとは思ったんですけど、まあ楽しんで打てればいいかなと思っております。初当たり時は裏縛りでやりたいと思います。まあ、とりあえずは裏でとやっていきたいとは思っております。なんで、今日は1日黄門邪魔かつ2を1日打つかどうかは分からないけど、楽しんでいきたいと思います。それでは早速実戦の方行ってきます。はい、それでは打っていきたいと思います。パチプロ黄門邪魔かつです。まあ邪魔打ち方、一応この番組で打つの初なので、打ち方は赤7狙いで止めていただいて、追加まで滑ってきたら中リール追加狙いですね。赤7目安で追加を狙うと、狙いはもう赤7だけ左に狙ってればフリーで大丈夫です。何をしていくかと言いますと、あ、この辺は5号機の時と変わらないかな。この飲料箱と5一行箱、このポイントを310ポイント貯めることを目指していくと。で、一応設定差ある部分でいったら、この5一行箱を貯まった時のチャンスゾーンの当選率とかかな。5一行チャレンジが6で30%、1で22%、まあ、そんな大きくは
はないんだけど、長い目で見ただけ濃さが出るかな。あと銀羽ムーン、これもまあ高設定ほど出てきやすい。ジャンプゾーン当選トータルが6で34パー、1で25パーなんで、まあ、10パーぐらい差あるかなぐらい。今高確率ってついたんですけど、今スイカをアチェリーらへん引いたら必ずマックス310たまります。なんで引きたい、引きたいよ。一応なんでペルソナの隣取ったかっていうの言ってなかったですね。今今日もおそらく3台並びなんじゃないかなと思っているので、入りそうな場所の金の台を取りました。入りました。これこっちが設定さ、あでもそんなでかくはないのか。 3.9% か 2.74% か 1% ぐらいしか差はないか。なんかレア役が欲しいところではある。まで行って赤くなったから大丈夫か、はい、もし当たりました、394ゲーム投資11本で当選です。行きますよ、私は。よいしょ、裏じゃ3割割と取れるからね、ね、取れるんですよ、割と。いきます。これ本当は取れると思ってなかった。いきます、一発目の降臨。いや、100超えてほしいな。超えなかった。ああまあ出だとしてはいいでしょう。これで130ゲームスタートです。でもちろん AT 中もこの箱のポイントを貯めていくんですけども、まあ、ベルが連チャンすればするほど引導箱の方が貯まります。巡航が 2.5 枚なんで全然そんな思ってるより増えないです。100ゲームぐらいじゃ、まあ、どうしようもないので、本当インドチャンス AT 中に当てれるかどうかな。普通に駆け抜けました。291枚終了。あー何もできなかったといった感じで、家康降臨されて100ゲーム乗ったとって全然駆け抜けるんで、まあ、だったらもう最初から最初の初当たりは裏のがいいのかななんて思っちゃったりした。いやー今コードギアスから寝頃出たみたいです。ギアスか、今回もギアスリベンジマッチでいけばよかったかな。一旦回り見ますか。先行編空いてるな。
ジュリアスが日頃出てるんで並びであると考えたら前後編全然ありえるんだよな。ちょっと移動しますわ。おい、では移動してきました。劇場版魔法少女マドカマギカ前後編です。267ゲームから打ち始めたいと思います。200のゾーン見られて捨てられてった感じかな。どっちギアスかちょっと分かんないんですけど、まあ、どっちかのギアスが日頃出てるということで、あ、多分左かな。なんで、まあ、三大並びが青トラかあるだろうということで、ちょっと、まあ、周りのさっきのチャマーカス打ってたんですけど、カバネリもペルソナもいまいち何とも言えない反応だったので、あ、チャマーも遠藤箱から全然当たらないし、ちょっと微妙かなと思って移動してます。メギアス日頃できるんだったらこっちの方が可能性高いんじゃないかなという判断です。ゲームスワルプル、これが設定されるものなんで、叶い
確定破壊なんで、とにかくリプレイを押そう。リプレイ、リプレイ、リプレイ。チーター OK、 ジャンプ目扱いで、ここは大丈夫。ないか。あー、まずい、横向いた。ダメか。90枚ハマってる時とか何考えて打ってますかって聞かれるんですよ。私もう多分無になってるんで何も考えてないんですね。私は無です、私は無です。何でかっていうとそれが一番イライラしないからですね。もう逆にみんな何考えて打ってるのか気になっちゃって、何考えて打ってるんですか皆さん。あれやっぱ特殊かな、なんか引いてたっけ私。はい、276ゲーム当選。なんも引いてないよな。駆け抜けは嫌だ、今回は嫌だよ。いや、ここ取れてる。はい、よし。さあ、やったー。あは、ダメや。全然リプレイヤーそこで引けないな。ワルプル以上確定なんだけど、引けたら引けないね。
た強肩マギカアタック当たります。あ、なおか、あ、でも京子ちゃん、京子ちゃん、超えれない。50枚。あー、誰か教えてください、出し方を。出てるんですか。500枚ぐらいせめて出したいんですけど、200枚いくかいかないかが限界のようです、私。うん、もう終わりなので、100ゲームのところを見てやめようかなと思います。1回も400抜けてないんで、なんかすらはあると思うんですよね、状況的に。106ゲームトークン、はあ、はあ、はあ、終わり。いやー、もうマジで何もできなかった今日。ああ、私の最大の見せ場は家康降臨でした。いや、まあ大的にすごい多分、まあ、高設定5、6あるんでしょうけど、この台、まあ、挙動的にはね。と、状況的に、まあ、5か6か、どっちかなんだろうなっていう感じなんですけど、並びでいつもコロなんで、まあ、ギアス、両隣いいし、これも400抜けてないし、大丈夫だと思うんですけど、まあ、単純にやりきれなかったです。終わります。お疲れ様でした。おい、では最後に、店内ぐるっとしていきたいと思います。今一番手前のスターパルサー中出てます。あ、確率もいいしレギュラーも当たってるしあるんじゃないかな。まあ、そこは普通に単品で入ってるんじゃないかなと思います。まあ、この辺もなくはないのかもしれないけど、私が邪魔見切っちゃったんでどうなんですかね。キズナここが3台並びかな。まあ、朝取ったとこじゃなかったんでよかったかも。どちらにせよちょっと、あ、読みは違かったかな。邪魔にしろキズナにしろ、あとはここか、私が最後打ってたところ。んー、まあ多分大丈夫なんじゃないかなとは思ってますけどね。左がキイントロ、右はわからない、なんか出てんのか。こっちの絆はここが3台かな。だか絆はいつも通り2箇所3台並びがこう向こうの列とこっちの列でありましたよ、とな感じですかね。実戦終了、お疲れ様でした。いや、本当にすいませんね、何も起きない動画でした。はい、まあ、見ていただいた方はもうわかると思うんですけど、本当に何も起きない一日でした。まあ、私の最大の見せ場は朝一の家康降臨だけです。はい、というわけで結果の方やせていただきたいと思います。投資1150枚25本で回収が245枚でしたので、結果マイナス905枚でした。まあそんなに負けてはないんですけど、本当にもううんってずっとやってたんで、あんまりこういい見せ場というものはちょっとお見せできなかったかなと思ってます。で、店内状況なんですけど、まあ、最後パパって言ってたんですけど、こう総合してまとめてみたら末尾1か8どっちかが結構なんかいい台多かったかなと思ってて、その朝言ってたんですけど、前回末尾0が絡んでること台が多かったってその言ってたんですけど、だから多分前回から末尾に絡めた3台並びを始めてるのかなとちょっと思ってます。まあ、その
前回の前か前々回来た時、収録で来た時はまだ寝台とかその辺にこうババって入ってたんですけど、まあ、もちろん絆にいつも通り2箇所入ってるっていうことは変わってないんですけど、なんかそこに法則性をつけてきたのかなとちょっと思ってます。なんで、うん、そうだな、次来た時に末尾とかも意識して見ていこうかなと思いました。なんか前回がゼロ絡んでるな、でも今まで末尾やってたの見たことないしなって思ってて、で今日でちょっと確信に変わったので、次回からは末尾も意識しつつ、まあ、立ち回っていこうかなとは思います。はい、ということで、本日私の見せ場はなかったんですけども、いつも通り、ちゃんといい状況のお店でした。はい、今回はね、まあ、多分積もってたかもしれないし、積もってなかったかもしれないし、わかんないんですけど、また次回からちょっとプラスにできるように頑張っていきたいと思います。それではここで終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら、ありがとうございます。